須藤優太のザ・ドリル。皆さんこんにちは、プロゴルファーの須藤優太です。楓です。本日はゴルフクラブ成田ハイツに来ております。はい、はい、今回のドリル何ですか？はい、今回のドリルですね、分厚いインパクトを作ろう、正しいインパクトを作ろうドリルです。なんかここに来て普通っぽい題名来ましたね。そうっすね。大丈夫ですか？裏で怒られました？はい、いや、そんなことないです。なんかわらび餅とかいろいろやってたから、全然大丈夫ですか？そんなことないでも魅力的ですね。分厚いインパクトを作ろう、はい、そうです分厚いインパクトを作ろう、うん、正しいインパクトを作ろうドリル。あ、とにかくじゃあインパクトが大事だよって回ですか？そういうことです。さすがもう楓ちゃん、やっぱ意図が分かってきましたね。まあ、インパクト、はい、大事ですもんね。そうです、ディープインパクトです。あ、ディープインパクト、はい、皆さん世代じゃないですか？そうですよ。あんまり分かんないけど、はいはい、僕もそんなに知らないんですけど、はい、まあ、とにかくインパクトって、まあ、大事だなと思いつつも、うん、あんまりよく分かってない。そうですね、はい、まあ、そのインパクトってもう通過点、まあ、よく言う写真とかでは切り取られて、うん、まあ、プロのインパクトって見るけど、うん、いやいや、これを流れの中でどうやるのってやっぱなかなかイメージ、うん、実際はしづらい、うんうん、でダウンブローだったりとかハンドファースト、まあ、確かにいいんだろうなっていうのはあるけど、よく聞きますね。そう、この動いてる中でじゃあどういうことが行われてどれが正しいのっていうのは、うんうん、なかなか意外と分かりにくいんじゃないかと思いまして、はいはい、あのこの正しいインパクトを作ろうっていうところをちょっとドリルとしてやっていただきたいなと思ってます。まあ、ちょっとね、あのダウンブローとか聞くと難しそうではあるんですけれども、うん、ザ・ドリルで簡単に教えていただければ嬉しいなと思いますので、はい、そうです、超イージーです。超イージー、はい、楽しみです。はい、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくね。はい。正しいインパクトを身につけるというドリルになってくるんで、はい、まずじゃあ正しいインパクトをじゃあどうなんで簡単なのかっていうところですね。うんうん、まず、正しいインパクトのイメージ作りをまずしてもらいたいんですけど、はい、どう作るかっていうところなんですけど、はい、まあこういう少し練習場の、まあ、マットの端だったりとか、うん、はい、まあ、ご自宅で行けば、なんて言うんでしょうね、なんかこう少し壁になるようなところ、うんうん、クラブがこういう風に置いて壁になるようなところっていうところに、はい、クラブをセットしてもらいたいと、はいはい、でその状態でアドレスをまず作ってもらいたいです。はい、ここまあ、これ今段差があるんですけど、段差とかはそんなに関係ないです。はいはい、でここにセットしたら、腕は力入れないでくださいね。脱力、まあ、してる状態でいいので、アドレス構えたらこのまま、自分のおへそを左側に飛球方向にぐーっとひねってきてほしいです。で、はい、おへそが自分の左足つま先の、まあ、先いったらこの辺り、はい、今ボールを僕がセットした辺りに向いてる状態、はいはい、ここにおへそを向いてくださいよ。おへそは空じゃないですからね、はい、空じゃないし横でもないです、はい、おへそがぐーっとこのボールに向いたところ、はい、これが皆さんの正しいインパクトです。おへそ行ってます、はい、行っててなおかつ下です。この下がすごくポイントです、はい、ここが正しいインパクトで、その正しいインパクトっていうのは今のおへそだけの形を言ってるわけではなくて、腕に力が入ってない状態で今この壁があるのでクラブが向こうに行けないですと、はい、そうなってきた時にお腹をひねるとですね、左腕っていうのは伸びてるんですけど、多分おそらく右肘ってちょっと曲がります、はい、ここからこう来た時に右側っていうのが少しこういう風に縮まるような動きになるので、うんうん、ここで少しだけ右肘で曲がっていきます、はい、これも正しい形です。腕の正しい形、上半身の正しい形になります、はい、でおへそがかつ下を向いて左側に移動していることによって、うん、お腹とか胸っていうのはまだ下側を向いているので胸は実際に残ります。これ開きすぎるわけじゃないです、うん、多分この開きすぎる動きっていうのが入っちゃうとお腹、おへその位置っていうのは下向けてない状態だと思うので、はい、もう上向いちゃってる状態だから、これがちゃんと今このボールをセットした左足の斜め前に置いたボールに対しておへそが向くっていうところが正しいインパクトになるので、まずこれをね実際何回も繰り返し動かして作っていってください。はい、ここからグーってこっちに向いていく、はい、なるほど。そうすると今この壁に対して、まあ、できるだけまっすぐなところでやってもらいたいんですけど、はい、最初こうヒール側と頭側、このフェースが両方ともこうついてる状態から持って戻してもらって、はいはい、そこからじゃあ今のインパクトを作るってなった時に頭側が、はい、後ろ側にこういうふうに、はい、ヒールだけがついて離れちゃいます、離れちゃいます、はい、
こうなってくると、おへそはねじれているんですけど、うん、インパクト、まあ、正しいインパクトをした時にフェースが開いてたら、はい、どん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 左脚が上がってきて、結果これはフォローする側でお腹とか胸が上を向いてしまうってところに繋がってしまうから、はい、あくまでもフェース面は最初に構えたところから、そうそうそうですそうですそう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 、はい、変わらないところ。そうです。何が行われたらフェースが開かないの？これは実際は基本的にそんなに意識はしてもらいたくないですよ。その腕になってきちゃうんで力が入っちゃうから意識はしてもらいたくないんですけど、ただ左手のこの今グローブのロゴも含めてもう一回戻してきてもらって、はい、この構えからロゴが少し左下に対してこう向いてくると思うんですね。これも一緒です。はい、その左手の動きっていうのができてくると、うん、まあこのフェース面っていうのは開かなくなってくる。で、じゃあこの動きを覚えましたと、はい、何回も繰り返しやって、もう私は開きませんと、はいはい、もう私はおへそ上向きませんと、はい、正しいこのボールに対して向くことができますと。そしたらですね、この正しいインパクトを覚えたこの形のまま、はい、このボールに入ってください。お、そこでもインパクト作るんですね。そうです、はい、最初この構え、まあ、いわゆるアドレスですよね、はい、構えた時にこのドリルは構えはこれです。おお、はい、でここに対してバックスイング移動させます、はい、移動させるんですけど、この時も基本的に腕をこうこねたり腕を使ったり大きくしたりはしないです、うんうん、この形のままもうお腹と足だけがバックスイングで動きます、はい、でそこで行くところまでで OK です、はいはい、でまたインパクト、これ実際にボール打ちますけど、インパクトの時に最初のアドレスのところに戻していきます。お、はい、これでボールを打ちます、はいはい、まず一旦正しいインパクトを最初に構えて作っちゃおうよと、はい、でここに戻してこようと、インパクトってこれだよって言って戻してこようとなったら、うん、誰でも下半身リードできるし、誰でもハンドファーストにできるし、誰でもダウンブローっていう軌道にはなりやすくなっていきます。なのでまず腕を使わないこの形、インパクトの形でこっから何か操作をするわけじゃなくて、この形に、おー、戻してきてボールを打つ。まあ、ここに関してフォローはそんなにまず一旦意識しなくていいです。もう成り行きでいいです、はい、この形をとにかく繰り返し、はい、構える、ここに、ここに、おお、戻す。っていう動きをやっていただくと、はい、まあ、自分が実際起きてるインパクトの形も最初にイメージができるし、うんうん、あとはそこに戻すっていう単純作業で正しいインパクトっていうのがどん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 やっぱ身についてくる。まずこのドリルをやってもらって分厚いインパクトっていうのを手に入れてもらいたいです、うん、はい、やってみます、はい、結構お腹だったりとか内側こうコアの部分に力が入ってくると思うんですけど、はい、この辺がやっぱ結構多分このザ・ドリルの中でカエルちゃんがドリルをやった後に結構言うのはきつい、あとはお腹にすごい力入るとかって結構多いと思うんですよね、はい、なんで大事な部分はまあそういう部分です。ゴルフのスイングの中で僕が大切にしているところっていうのは外側じゃなくてやっぱ内側、はい、そこにしっかり力が逃げずに使えるっていうことが大事なので、はい、はい、そう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 、この形を覚えたまま、はい、今の位置にまあ、まあインパクトは、そうそうそうです、こっからですね。オッケー、そこに戻してくるだけ。で、ダフっちゃった。いいですよ。だからテイクバックはもう普通にフルスイングぐらい腕をちょっと使って上げちゃってるんで、はい、もうちょっとこの角度だったりとかがもうそのまま変わらない。あ、はい、あ、右手の角度で。そうですね、まあ、腕全体のこの形っていうのは、変えないまま、そう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 、変えないまま、はい、そう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 です、上げて戻そう、ナイス、
で戻そう。ナイス。素晴らしい。ありがとうございます。ナイスインパクトですね。なんかいつもとなんて言うんだろうな、ここに戻すだけっていう感じなので、うん、やっぱり低いところに全部意識がいきます。この辺のなんかふわっとした抜ける感じとかがなく、はい、ああそうですね、ずっとこの辺も入ったまま。まずあの形をしっかり作ってあげて、はい、でこれを繰り返し、例えばじゃあそこからインパクトの形作ります、で戻してください、はい、また作りますっていう、この繰り返しだけでも結構その本来インパクトで力が入っていなきゃいけないところ、うん、形動きっていうのは多分結構覚えれると思うんですよ、うん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 、まあ、さっき一番最初にかやちゃんがフェースが開いてしまうと、はい、でもしハンドファーストのイメージをしたらおそらくこうなんですよ、普通の流れでやった時、だけどちゃんとしたハンドファーストはこの状態で、まあハンドファーストはというかちゃんとこのインパクトの形こうだよって言ったら、はい、まあ、正しいハンドファーストの、まあ、言ったら形、はい、お腹の向きとかこういうところが揃ってないと絶対この形にはならないので、なので、まあ、こういう動きを繰り返してあげるのがまず最初で、まあ、とにかくここ覚える、うんうんうん、形を覚える。今までインパクトしっかり当てたいって思ったら、うん、こうだったんですよ、はいはいはい、手がこうだったんですけど、はいはい、今はここに引っ掛けるとどん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 ここを右腰を低く低く下に入れていこう入れていこうと思うと、どん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 ここがフェースがしっかりボールに向かっていくような感じです。それが正しいインパクトですよね。いわゆる分厚い正しいインパクトになっていく、はいはい、OK ナイス。これが正しいインパクトなんですね、はい、初めて知りました。いやね、インパクトの話してきてるけどなっていうところにも気づけるドリルだと思います、はい、そうですね、はい、やっぱりあのプロのインパクト、まあ、よく写真で一番 見ますかね、うん、プロのスイングの中でこの頭が残って、うん、ハンドファーストで角度があってっていう、このやっぱ憧れるんですけど、やっぱできるものではなかったので、うん、でインパクトを覚えようドリル、はい、正しいインパクトを作ろうドリル、作ろうドリル、正しいインパクトを作ってみてください。はい、そして須藤プロに質問いただけましたらドリル考えてくれますので、はい、ぜひぜひコメントの方お待ちしております。お待ちします。本日もありがとうございました。ありがとうございました。ここでちょっとかえちゃんにクイズです。はい、お、はい、久しぶりに来た、はい、このインパクトを作って、うん、実際にそのままプレーをして活躍してる選手、プロゴルファーいるんですよ、はい、ちょっとやりますね、はいはい、あ、出ました、モノマネクイズですね。あ、そう、クイズです、モノマネクイズです。久しぶりだ、はい、モノマネクイズ、はい、ちょっと絶対嘘じゃん。ちょっと絶対嘘じゃん。はい、これ。これはさすがにやりすぎです。まず、やりすぎじゃない、落ち着きがないですし、そんなに、はい、どうやってやって、なんか。見たことない。え、ないです。見たこと、ヒントは PGA ツアーなんです。はい、いや、PGA ツアー、はい、海外の選手です。あ、はい、海外の選手なんですけど、うん、まあ、結構衝撃的じゃないですか。衝撃的。みんな見たことあるの？あれが本当だとしたら。はい。はい、だけど、なんでやっぱみんなこう真似はしたくなるんですよ、はい、でもそこにはそういう意味があると。インパクトの形っていうのはやっぱ自分で、ああ確かにこういうあれでしたね。そうそうそうです、はい、あれただ落ち着きがないだけじゃないんですよ、はい、え、なんかここを意識をしたのがあのルールになった。あれルールいいんですか。ボークみたいなことですか。そう言おうとした、ボークじゃんと思って打たないかいみたいな。いいでしょ、誰にも迷惑かけてないから。カメラマンはね、まあちょっと一回食ってなるかもしれないけど、なるかもしれないけど、全然ボークじゃない、ゴルフにボークはないんで。ないんですね、はい、まあ別にボール動いてないし、ボール動いてないですし、はい、ちょっと面白すぎ、私まだ本物見てないんで信じてないんですけど、はい、答え分からない段階ですね。分からないです。あ、じゃあ皆さんに答えは託したいと思います、はい、コメントに書いてみてください。本当はいないんじゃないのって思ってるんですけど、はい、あ、その仮想の架空の人物みたいな、うん、勝手に僕が作ったみたいな感じで、ね、ちょっとモノマネしたすぎて、海外って言っとけばいいだろうみたいな。ちゃんと見てください。はい、しかも活躍してる、そうです、はい、あのプロということで、ちょっと私も調べてみますが、はい、皆さんもコメントに書いてみてください。はい、動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。
おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てね。